VFW614 やアルザスの VFW-614 が製作した Z 旅客機である。1971年4月5日に初飛行した。エンジンを主翼の上に取り付けるという特徴的なレイアウトを採用している。乗客数が40名クラスの小規模な機体であり、ボーイング737よりも小さく、それまで、 プロペラ機が使われていた市場を狙って1960年代の半ばから開発されたものである。短距離路線向けに1000機ほどの市場があると見込まれ、そこにおけるシェアを獲得しようとする狙いであった。一般的なジェットエンジン配置は主翼下への配置であるが、VFW614 では主翼上に配置されている。このようなエンジン配置のメリットは離陸、着陸距離の短縮。 未整備空港でのエンジンへの異物の侵入の可能性を下げられること、主客を短くできることなどがあった。主翼が地上への音を遮断するため騒音が小さいという副産物もあった。生産に際しては、フォッカーなど欧州航空機メーカーと分業生産を行った。エンジン開発の遅れ。 オイルショックによって市場が縮小した時代になってしまったこともあって極めて売れ行き不振のまま1977年に生産は中止された。生産数はわずか19機であった。ドイツ空軍 VFW-614 皮肉なことにルフトハンザドイツ航空をはじめとするドイツの航空会社は VFW-614 を採用しなかった。ドイツ国内で使用したのは ドイツ空軍のみであった。VFW614 を採用した民間航空会社は下記の通りである。なお、エア・アルザスの機体の中には、エール・フランスとの共同運航に使用され、エール・フランスのロゴを併記したものもあった。ありがとうございます。